こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは国産のカメラですね。といってももうですね、今はないメーカーになるんですけれども、ノリタ光学というですね、レンズの OEM メーカーが、作った、ノリタ66というこの一眼レフカメラになりますね。一眼レフなんですけれども、これ中盤の一眼レフですね。ペンタックス67と似たような、この形の、中盤カメラになるんですけれども、このノリタ66はですね、この、その名の通り、ハッセブラッドなどと同じようにですね、この真四角の66のサイズが撮れるんですね。はい。ご覧の通りですね、窓は、真四角の66になってます。はい。もうですね、今はなくなってしまった、メーカーなんですけれども、このノリタ66はですね、海外へ輸出がメインで作られたカメラだったそうで、主に米国ですね、アメリカの方に輸出されたやつは、このノリタの上にですね、グラフレックスノリタ66というふうに書いてあったんですけれども、国内に販売したものについては、グラフレックスがつかずに、このノリタ66とだけ銘打ってあるとのことですね。はい。ではですね、外観から見ていこうと思います。外観はですね、ご覧の通り、非常に綺麗でですね、このサイドのペイントロスですね、この真鍮がちょっと見えてますけれども、このぐらいでですね、あとは、どうかに当たりとか凹みとか、すれ、痛みは、ほぼほぼ見当たらずにですね、非常に綺麗な状態です。はい。この上の部分もいいですね。ダイヤルのすれもありませんし、このプリズム部分のですね、当たりとかもないですね。はい、底蓋の部分も非常に綺麗です。はい。背面とかも、皮の剥がれとか、汚れとか、めくれとかもないですね。はい。非常に綺麗な状態です。はい。で、付属しているレンズですけれども、これはですね、これもノリタ光学が、レンズのメーカーでしたから、ノリタ光学のノリタールというレンズがついてますね。今ついているのは、80mm の、中盤です と、標準レンズになりますけれども、80mm の F 値が2というですね、中盤の標準レンズとしては非常に明るいレンズになりますね。はい。このレンズを使いたいがために、これをノリタ66を使うという方もいらっしゃるほどですね。で、もってもう一つレンズが今回ついてまして、こちらは同じくノリタールのですね、160mm F 値が4のレンズになっております。はい。中望遠レンズですね。はい。動きはですね、はい。ご覧の通りですね、このフォーカルプレーンシャッターになるわけですけれども、はい。まあ、低速をチェックしていきますと、はい。低速の1秒とかもきっちりと動いてますね。はい。2分の1秒だと、よいしょ。はい。はい。次が、はい、4分の1秒。はい。こんな感じで、きっちりですね、低速シャッターも動いてますね。まあ、低速シャッター壊れやすいと言われてますけども、この膜の遅れとかですね、粘りとかないですね、シャッターの。次、60分の1秒見てみましょう。はい。60分の1秒もいいですね。高速のシャッターですけども。はい。中速のシャッターですね。はい。で、高速側は500分の1秒までありますね。はい。こんな感じで、これが500分の1ですね。はい。きっちりと切れてます。はい。こんな感じですね。ちょっと、膜にこう、ちょっとよれてる跡がありますけれども、光線漏れとか、そういったのはないようですね。はい。で、120mm じゃなくて、120ですね。この12枚撮りのフィルムと、この倍の220ですね、両方使えるようになってますね。はい、こんな感じになってます。シャッターは、シャッターの動きは全く問題ない感じですね。はい、いい感じのシャッターです。はい。
ファインダーもですね、こちらプリズム、曇りとかカビとか、ですね、プリズムの劣化など見られずに非常に綺麗ですね。はい。プリズムはですね、このようにして取り外しができます。はい。大変綺麗ですね。はい。で、こちらの、はい、スクリーンもですね、綺麗な状態です。はい。汚れとか、劣化などは見当たらない感じです。はい。で、もってですね、今回はですね、こちらの、はい。ウエストレベルファインダーもついてます。はい。これをですね、こうつけてもらって、こんな感じで上から覗くことができますね。畳み込みはこんな感じで畳んでいきます。これがウエストレベルですね。で、もってこちらがプリズム。はい。まあ、通常はこのプリズムで撮影する感じですよね。はい。じゃ続いて、レンズの状態ですけれども、レンズ、こちら 60mm じゃなくて 80mm の方ですね。これを、はい。ボディのミラーも綺麗ですね。劣化とかないですね。はい。内部の汚れとか、錆汚れ、カビなどもないですね。レンズの方ですけれども、レンズもですね、前玉、後玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離摩耗とかですね、中玉にもバルサム切れ、曇りカビないですね。はい。チリホコリの混入もですね、ちらほらとこう、肉眼で見える程度でですね、画質に影響のある、箇所は見当たらないですね。絞りはですね、はい。後ろにコッピンがついてまして、これを押さないと動かないんですけども、はい。きっちりですね、効いてますね。今ちょっと指だと押せない感じですけど、はい。絞りもきっちり効いてますので大丈夫です。はい。そうですね、指だとちょっと硬くて押せないですね。はい。あとはピントのヘリコイルも滑らかに、いっぱいまで動いてますね。はい。こちらの 80mm のレンズに、全く問題はない感じです。はい。で、こちら 160mm ですね。こちらもですね、はい。同じく前玉後玉ともに擦り傷、引っかき傷はないですね。はい。中玉にですね、ちょっとうっすら薄いですね、曇りがちょっと見られますけれども、こちらも、極端な逆光状態でない限りですね、ハレーションなどは起こらないんじゃないかなと思います。はい。カビ、バルサム、そういったものはないですね。チリホコリも、こちらも肉眼でちらほらはありますけれども、これも画質に影響はほぼほぼないだろうという感じです。こちらは、リアキャップ、フロントキャップ両方つきますね。はい、こちらも 80mm の方はよいしょ、はい、フロントキャップがついております。はい、こんな感じですね。よいしょ。さっき絞りがちょっと見えなかったと思うんですが、こんな感じですね。はい。ちゃんとボディにつけてですね、このプレビューとか、プレビューを動かすと、この絞りの状態が確認できます。はい。はい、ということでですね、マニアにはかなりの人気があるというふうに、有名ですね。はい。のりた工学の、のりた66と、80mm、160mm の、レンズセット。それに、こちらのですね、ウエストレベルファインダーもついております。機械状態も非常にいい状態ですけれども、まあ、念のためですね、全体的な分解整備、清掃、調整をご依頼いただける場合はですね、オプションから選んでいただけましたら、
当社にて格安で受け合わせていただきます。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。